こんにちは、ゆうです。パーズドラのお時間です。今日誕生日の方おめでとうございます。はい、ぜひチャンネル登録高評価して、はい、僕からのプレゼントを受け取ってください。意味わからんこと言うてんねん。もうちょっと疲れてるんですよ。はい、だから今日時短動画です。はい、ムカキンサバカシバイマルやっていきたいと思います。それではね、今から動画撮っていきます。はい、まずはいきなりですがガチャします。はい、購入履歴ね、無料配布13個ですね。今日のログインボーナス、ログインスタンプで魔法石10個いただけたので、はい、早速ね、もう、ほんまにちょっとね、協調が勝てなさすぎて、今、めっちゃくちゃ悔しいというか、もう、疲れた。で、ちょっとね、マーベルコラボガチャ引いて、ちょっとね、もう、勝てそうだね、編成の、ボックスをね、簡単にね、今一番強いのが光パーティーなんですよ。僕、光属性のパーティーなんで、はい。そちらを、ぜひちょっとだけボックス、お披露目して、はい。何をと交換したらいいよとか、マーベル、何これ交換したら、協調いけるよとか、ぜひぜひ教えてくださると嬉しいです。それでは、ね、まずは、軽い気持ちでガチャ引きましょう。あ、滑った。軽い気持ちで引いたら滑った。もう、いや。はい、それではね、とりあえずマーベルのキャラを一旦お見せします。はい、こちらでございますね。こんな感じなんですよ、マーベル。全然持ってないんですよね。で、見事に固まって、はい。シー・ハルクさん、はい。デッドプールさん。はい、デッドプールに関してはいっぱいいるからね。で、マグニートもね、いるし。いやー、これどうしたらいいかなと思って、これ何交換したらいいんですかね、ほんまに。で、交換状をね、お見せすると、一応、キャプテン・マーベルの二人組は全然交換できると。はいはいはい。で、キャプテン・マーベル単体も一応交換できるけど、まあ、どっちかしかね、まあ、現実的に無理なのかなっていうところで、はい。そして、光属性のね、キャラ何持ってるか、はい、お見せします。はい。はい、こんな感じなんですよね。こんな感じなんですよ。ちょっと、これも外そうか。こちらで、はい。まあ、こんな光からね、行くと、はい。マジで勝てねえんすわ。朝倉 G オリジン作りました、ほんまに。なんかもう絶妙に足んないんすよね。はいはい。で、アテナノンやったっけ？あの、試練進化のアテナも作ってるんですよね、一応。はい。絶妙にね。まあ、足りないわけですよ。もう、ちょっとスクロールしていくんで、もしよかったら、画面止めていただいてもいいんで、見てくださると嬉しいです。こんな感じで、はいはい、チョコボシもいますよ。はい、チョコボシもなんか全然あかんかった。ネタあかんのですけどね、はい。こんなね、はいはい。バレンタイン作業は分岐があるんで一応置いてありますね、はい。はいはいはい、こんな感じで。はいはいはい。こんな感じでね、もう光闇と行くと、はい。ね、タイムマジックも決めたいんですけどね、僕、はい、もう。で、アグリゲートもいるんですよね。アグリゲートいるから、キャプテン・マーベル、それかフレンドさんにお借りして、で、二人組の方を交換してもありなのかなとか思ってたりもするんですけど、ね。なんかもう謎にね、ティファが無理して交換したと思ったら2体出るし、そんなもんなんですけどね、交換したら出るのはパズドラあるあるなんですけどね、はい。ね、もう、時魔道士もいるし、時魔道士ありなんかな。でも、遅延はいらんからな。指要員か。な感じなんですよね、ほんまに。じゃあ、光に限らず、今何の武器があるかとか、ちょっとお見せしますね。あ、今組んでる編成でボスまで行ってちょっと負けちゃったっていう編成があるんで、そっちはご紹介したいと思います。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じなんですけど、ボスまで行けたんですけどね、はい、もう、ちょっと時間の問題で、はい。ちょっともう、挑戦しられないんで、はい。やっぱマーベルかな、マーベル一体持ってたら、フレンドさんに一番お借りしたらいいのかな、フレンドさんにお借りして、二人組を交換したらいいのかな。どっちなんですかね、ほんまにもうどうしようか迷ってるんですよ。はい。いや、ちょっと考えもねやな、これ無交換通箱ね、暗闇耐性も足りないんですよね。
暗闇耐性も足りひんくてどうしても補えへんってなったら、いやこっちなんかなぁ。マーベルいた方がいいですかね、自前で用意できる方がいいですかね。いやーどうやろう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 、ダメージ交換するやろ。いやーマジでどうしたらいいですかね、どうしたらいいですかね、ほんまに。いやーマジで本当にどうかどうしたいか分かんないんで、はい、ちょっとぜひぜひアドバイス等々ありましたら、全く火属性はウルトラとかしか持ってなくて、はい、あフェスゲンはね、ほんまにあれですよ、ウルトラしか持ってないんですよ。はいはい、こんな感じですね。はい、最新フェスゲンルカ&ミツキと、はい、ピーチョー、これもカラット&シルク&カミを持ってるんですけど、ほんまそこら辺なんですわ。ほんまにグランエルブがいるから若干黒飛びがなんか使えてるみたいなとこあるんですけどね。はい、もうほんまに引きが悪すぎてね、ほらウルトラしか持ってないですよね。ガチャドラもアグリゲートや、アグリゲートかもうあれかってなんか友達と話すときみたいになっちゃった。屋長を今から99周爆速で周回してアグリゲートもう一体ゲットして、アグリゲートを手に入れた方がいいのか、まあそれは無理なんで、ね、はいはい、どうしようかな。武器になってるフェスゲンはこんだけなんですよね。ほんまにね、もうどうしたらいいんやろな、どうしたらいいんやろな。やっぱりキャプテンマーベル交換した方がいいかな。キャプテンマーベルどっちかな。いやー、ほんまにね、もう、光になりそうなのは全くいい品のですわ、ほんまに。どうしたらやろう。あ、ちなみに、こっちの、これをドーナに変えたりとかもしてるんですけど、ドーナに変えたりしたら下で、若干そう、ドーナがね、L 字がその圧縮されてないんで、アシストの効果解除間に合わなかったりとか、その分回復力倍返したり、コンボ加算っていうのあるんですけど、やっぱ火力やちょっと HP 面に問題があったりとか、あとウルバリンを入れてもいいかなと思うんですけど、ウルバリンの枠がなかったりね、本当に。ディオンループ諦めた方がいいんかな、やっぱり。でもそしたら吸収無効がね、吸収無効はやっぱり、あれか、ウォリアブライトに変えたらええのかな、サブに入れて。はいはいはい、もうほんまにね、ちょっとしんどいっていうことで、ちょっとこういう時短動画となっておりました。まあ、マジでほんまにいろいろアドバイスいただけるとお願いします。ほんまにお願いします。結構きついんですよ。はい。で、明日はちょっとね、多忙、ちょっといろいろ予定がございまして、はい。お仕事なんですけど、明日はちょっと何ができるかわかんないんですけど、はい。何ができるかわかんないですけど、じゃあそのお仕事するんですけど、はい、それで時間がちょっとないかもしれないんで、明日それをすぐコメントいただいたものを実行して移せるかわかんないんですけど、なるべく努力はさせていただきます。はい、それではちょっと眠たくなってきた。はい、それでは今回はこんな時短動画で申し訳ないですね。はい、本当に最後までお付き合いくださりありがとうございました。本当に皆さんもお疲れ様でした。考えてくださいね。ぜひ、ほんまにアドバイスお願いします。ほんまにアドバイスお願いします。チー。疲れたー。はい。疲れるんですよね。全くほんまに。それでは、はい。もうガチャの引きも悪いことですし、もう、ね、縁の竹な、わからん。はい。今回はお開きにいたしたいと思います。見てくださってありがとうございました。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。バイバイ。